こんにちは。義肢装学科のプログラムをご覧いただきありがとうございます。私は義肢装学科の三富です。よろしくお願いいたします。同じく義肢装具学科の佐藤と言います。どうぞよろしくお願いいたします。このプログラムではプログラムテーマをできないことをできるようにする仕事ということで、義肢装具士の楽しさや、魅力をお伝えしていきたいというふうに思っています。皆さんの中にこんな人はいませんか？物を作ることが好きな人。物といってもそんなにすごいものではなく、趣味のプラモデルとか日々のお料理、壊れたものを直して使ったり、物持ちがいいって言われる人はいませんか？他にも将来どんな仕事に就こうかなって考えた時に、オフィスで毎日こうルーティンをこなしたり、デスクに向かって淡々と仕事をするってことにイメージがつかなかったり、あとは医療系の仕事に就こうかなとか、資格が取りたいなって思ってるけど、パッと思いつくこうポピュラーな仕事がしっくりこないなって思ってる人いませんかね？そういう人は私たち義肢装具士からすると義肢装具士に向いてるって思っています。なので特にこのプログラムをよく聞いてくださいね。ではその義肢装具士、どんな仕事かっていうのをちょっと説明させていただこうというふうに思います。義肢装具士はまず義手とか義足といった、欠損切断した手足の代わりをする義肢、そして、体の失った機能の代わりをする装具、そして車椅子のような福祉用具といったさまざまなものを扱います。でその義肢装具士なんですけれど、他の医療系の資格の人っていうのは、たくさんいます。職種によっては数百万とか、あるいは数十万、数万、普通にいますけれど、義肢装具士はじゃあどのぐらいかっていうと、全国に6000人しかいません。国家資格の一つではあるので、そういう国家資格という非常に安定したバックグラウンドがありながらも、全国に6000人しかいないので、まだまだ未完成な部分も多くて、伸びしろがある非常に面白い業種がこの義肢装具士、義肢装具の業界だというふうに私は思っています。でその6000人しか人数がいないから、じゃあそんなに必要な仕事じゃないんじゃないかっていうふうに思われちゃうかもしれないんですけど、全然そんなことないです。まあ、アメリカの研究ではあるんですけれど、今後10年なくならない仕事ランキングっていうのが発表されてまして、702個ある仕事のうちの7番目になくならない仕事として義肢装具士の名前が挙がってます。で義肢装具士のやる仕事なんですけれど、さっき言ったように義手とか義足といった装具、義肢、そして装具、車椅子のようなものをただどっかから持ってくるんではなくて、いろいろな材料を一から加工して義肢や装具といったものに変えるということができる仕事ということになります。ですので義肢装具士になる上で、人の体にぴったりと合わせる、そして人の体をしっかりと助けるために、まず医学的な知識を持っていることが一つ重要です。そしてさまざまな材料を、適切に加工するということに関しては、工学的な知識というのも非常に大切になってきます。ですので義肢装具、義肢装具士は、医学と工学のハイブリッド、ちょうど中間に位置する非常に面白い仕事だというふうに思います。そしてこの2つの知識、技術があれば成り立つというものではなくて、当然患者さんが求めるものっていうのを、適切に、用意するためのコミュニケーション能力ですね、そういったものも非常に重要なので、これら3つを、学校にいるときには身につけて義肢装具士になっていくということになっていきます。義肢装具士は、物を通じてですね、できないことをできるようにしていく専門家っていうふうに思っていただければいいんじゃないかなというふうに思います。ではできないことをできるようにするということはどういうことかっていうのを実際に皆さんに見ていただきたいと思います。本日は実際の装具ユーザーである池田さんにお越しいただいています。では池田さん、ちょっと歩くところを見せていただいてよろしいですか？はい、お願いします。はい、ゆっくりで大丈夫なんで、ゆっくりで、はい、池田さんは運動ニューロン障害という病気で歩くのが難しい状態です。普段は装具を使って歩いてるんですが、今は装具がない状態でちょっと頑張って歩いてもらっています。はい、ゆっくりで結構です。はい、ありがとうございます。
池田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今の状態ぜひ覚えておいてくださいね。そしてでは、この次ですね、池田さんには装具を装着した状態での歩行を見せていただきます。ちょっと準備が整うまでの間、池田さんの病気の状態について説明させていただこうというふうに思います。通常体の運動っていうのは脳からの指令が出て、それを神経が受けることによって実際の動きとして、体が動くわけです。ただ池田さんのように運動ニューロン障害がある状態では脳からの命令は正常に、発せられるんですけれども、それを受け取る神経に問題があるという状況になりまして、動きがうまく出ないという状況にあります。そしてこの運動ニューロン障害の一つの特徴ではあるんですけれど、徐々に症状が進行していくというような状況にあります。で、今この図は、腕の図ですけれども、当然足の筋肉にも同じことが起こります。足の筋肉が、弱ってしまう、筋力が低下してしまうと立つとか歩くっていうような動きがどうしても難しい、うまくコントロールできないっていうような状況になってきます。ですのでその低下した筋力の代わりをするのが今回の場合装具っていうことになります。足首の装具と膝の装具っていうことになりますね。で、これらの装具が、筋力の代わりをすることで立つとか歩くとかいうような動きができるようになってくるわけです。それでは準備できたようなので、早速池田さんに歩いていただこうと思います。よろしくお願いします。はい、はい、でも一回ここまで、はい、はい、じゃあどうぞおかけになってください。ありがとうございました。ありがとうございます。嘘みたいな。ありがとうございます。失礼します。やっぱり装具つけるとつけないじゃ全然変わりますね。変わりますね。ですね。何回もね、当然事前に見せてもらってるんで、ちょっと顔してみてね。で、今、はい、スタスタ歩いてもらいましたけど、座った状態だと足をこう上に上げることは、そうですね、頑張ってもできないですもんね。うん、ちょっと今上げてるけど、ね、右足はかろうじて動くんですけど、左足持ち上げても、ね、うん、左の方がちょっと症状的には強いので、うん、なるほど、はい、分かりました。ありがとうございます。ではここからは実際にインタビュー形式でちょっとお話を聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはじめにですね、この病気についてどれぐらい前からお体が悪くなったのかなど、ちょっと病気についてお聞かせいただけますか。はい、そうですね、もう14、5年前の話にはなるんですけれども、一番初めは、左腕の重だるさから始まって、これは何だろうなって思ってるうちに、だんだん左手の握力がなくなって、で手指の動きが悪くなって、で、まあ、ちょっとこう麻痺したような状態になり、でその後8年くらいかけて左手、左足、右足、右手とだいたい2年ずつぐらいに進行して今の状態になってます。そうですね。じゃあ、まあ、いろいろその病気がこう起きてから進行していくことで、まあ、どんどんこう悪くなっていくっていうことで、まあ、気持ち的にも不安があったり、これからどうなっていくんだろうっていうのはあったと思うんですけど、大変だったことってどんなことがあるのか教えていただけますか。はい、そうですね、今お話にあったように、病気がどうしても進行性のものなので、例えば左手に症状があってもそれだけで収まらなくて、結局は両手足全部に症状が来てしまったっていうことなんですけども、それもいっぺんに両手足ドンと悪くなったわけではなく、徐々に左手、左足っていうふうに症状がこう進んできたので、その新しい症状に対して、また新たな困難が出てきてしまっていたので、せっかく前の症状に対して、まあ、その乗り越えてこれでなんとかいけるかなって思ってるうちに、また新しい次の症状が出てきて、それに対してまた対応していかなきゃいけないっていうことがずっと続いてましたので、まあ、そういった困難にやっぱり何度も何度も直面して、身体的にも精神的にもだいぶ辛かったですね。うん、
そうですよね。一番生活をする上で、はい、大変になってきた時期っていうのが多分移動するときにね、すごく制限が出てきたっていうところかと思うんですけど、はい、以前聞いたお話だと一時はもう車椅子で屋内で生活をされてたっていうことでしたね。そうなんです。もう、足も不自由になって、で手も不自由になって、それまでこう杖で、今みたいな感じの杖で歩けてたんですけれども、右手も不自由になって、その杖をつくことも難しくなったりしていたので、一時的に車椅子を使うことになったというか、これからちょっと車椅子の生活になるということだったんですけれども、そしてどうしてもその車椅子っていうのは私手も不自由なので、自分でこう自走してこぐっていうのが難しくて、でも電動車椅子にはまだしたくはなくて、それで移動の時に介助していただいたりとか、いろいろな人の手を借りて生活しなければいけないということがとても辛くて、また自分が何かをしたいと思った時に誰かの人の手を借りなければいけない、誰かの人の負担になってしまうっていうことで、やりたいことも諦めたり、結局は人の手を借りて生活しなければならないという苦しさから、自分がどうしても受動的な生活になってしまったんですよね。なのでもう本当に自由がなく、ただ本当に毎日家で生活するだけでももういっぱいいっぱいだったので、そこが一番大変で、本当に悪い時はお箸も使えなくて、トングのようなポテトチップスをつまんで食べるようなお箸を使っていたり、で字も書くのが難しかったりして、あとはスマホも指が伸びなくて、メールが打てなかったりするので、それも自助具っていうなんかタッチペンみたいなものを使って打っていたりっていうことで、本当に生活がもうこれからどうなっていくんだろうって思うぐらい大変でした。そうですよね。でそれでそういう大変な時期を経て、その後装具を今はこういう形ですけど、いろいろ装具をその時からいろいろ作ってきて使い始めたと思うんですけど、いつぐらいから使い始めていったんですかね、装具は。装具はもう本当に当初、左手の時はそんなに装具とかっていうのはなかったんですけれども、それから2年後左足に症状が出始めた時に、プラスチック の手本という装具を使って、いたんですが、それからまた右足が悪くなったタイミングで、今度はちょっとこう大きな超過肢装具って言って、太ももから下の方を金属の支柱で支えるような大きな装具があるんですが、でそれも検討があったんですよね。でその時にちょっと試しでつけさせていただいたんですけれども、金属の支柱だったので立つことは本当に支持性があって楽に立ってたんです。でもちょっと筋力がなかったので、その金属の支柱の重さが自分のこう足を持ち上げることができなくて、その装具は断念することになって、それからもこういろいろな装具を検討して、でこちらの科学大学の先生方にも計測していただいたりして、現在のこの組み合わせですっかり自分に合った装具を作っていただくことができました。なるほど。でちょっと写真いただいてるんですけど、はい、いろいろ作っていく中にこういうちょっとデザイン性のあるものとかだいぶの写真にはなるんですけれども、どうしてもこう気持ちがこう塞ぎ込みそうになることもあったりするので、装具技師装具師さんも一緒にこうアイデアをくださって、ちょっとベルトを変えてみようかとかっていうことを提案してくださったので、そしたらこんな風にしようっていろいろベルトを変えたりとかして作っていただきました。あとあれですよね、靴にやっぱりお困りでこういういろいろ下駄が、装具つけても履けるような下駄とか、ムートンブーツとか、と一番こっち側のやつも、右側の、なん
長いブーツの方は装具を着用したまま、型を取って、で本当に一から手作りをしていただいたものなんですよね。いろいろな、はい、やっぱり気持ちをねこう高めて外に出たいっていう風にするのもとてもね重要なことだとは思うんですけど、はい、ちょっと次に行きたいんですけど、まあ、率直に装具をこう使っていってどんなことが変わりましたか？はい、もちろん生活全般変わったんですけど、もっと言えば人生も変わりましたし、装具とともに新しい人生をいただいたなって思ってるんですけれども、前先ほどもお話ししたように車椅子だった時期もあったり、杖を使って移動していた時期もあって、でどちらにしてもその物をこう自分で持って運ぶ移動するっていうのができなかったんですよね。でもこうして自分にこう合った装具を使うことで自立して杖を使わなくても歩けるようになって、自分でその物を移動したり買い物ができたり好きなところに行けるっていう意味では随分と装具で変わりました。そうですよね、ただ歩けるだけじゃなくてそれができることで外に出れることとかやれることがまあ広がったんですよね、はい、でちなみにさっきちょっと最初装具なしで歩いていただいて今驚くほどのスピードでまた歩いていただいたんですけど、はい、ちなみにあれですよね、階段とかも、はい、そうですね、登るのもできるんですもんね。今はこの時よりもちょっとがっちりした装具を使っているので、はい、もうスタスタ歩く、ね、階段も登り降り、ね、実際に僕もこのね、はい、実は今日初めてお会いした状況でこの動画でしか池田さんの歩き様とかね、はい、そういうの知らなかったけど、さっき実際見てやっぱりびっくりしましたもんね。北海道はやっぱり雪道がね大変だから、うん、はい、歩けてますもんね。本州出身の人よりもよっぽど歩けないと安定して歩いてらっしゃいますもんね。もともとはどさんこなんです ね、 ね、気持ちも。でさらにこう生活だけじゃなくてもっと他にもできるようになったんですもんね。はい、はい、もうこれもちょっと事前にいただいてた写真をちょっと出させてもらってますが、はいはい、ちょっと若い頃の写真ですか？そうですね、もう結構前です。こちらにどこでしたっけ？こちらは、はい、三角山になりますね。なんで山登りの写真ってことですね。そうですね、車椅子からの、そうですね、はい、山登り、ね、時系列が分かんなくなってます。車椅子の生活があった後に、はい、装具がぴったりあって山に登ったってことですね。登った、はい、ね、あと他にもあれですよ、ね、写真ないですけど、はい、ね、ウィンタースポーツもチャレンジして、スノースクートっていうものなんですけれども、うん、それも何シーズンか行ったりしました、うん、やっぱりそうすると外に出れることで大きく変わったっていう感じなんですかね。当時は本当に動けること、自分がこうしたいなと思って実行できることがものすごく嬉しくて、まあ、それのあれで山登りですとかスノースクートだとかってチャレンジしたんですけれども、またなんかこうやっぱり今までできないからやらない、また人に迷惑をかけてしまう、負担をかけてしまうからやめておこうっていうことが本当に多かったんですが、逆に足が不自由になってできないことって何があるかな、やらないことって何があるかなって考えた時に、山登りはしないよなって、うん、思いまして、でこれからもやっぱり闘病は続くので、うん、まあ、その頑張っていくぞっていう決意もあって、じゃあできないことをやらないようなことをやってみようって思って、でそれがまた自分の自信になるかもしれないなと思って、ちょっと無理やりだったんですけれども山登りをしてみました。楽しそうですもんね。そしたらじゃあ、最後の質問に行っちゃっていいですかね、うん、はい、でまあ、ここまでちょっとお話聞かせていただいて、まあ、装具とか、はい、まあ、義肢装具師とのまあ出会いというか関係が池田さんにとって、まあ、なくてはならない存在というのを今お話ししていただいて、私たちも
そうなのかって思って、はい、改めて大事な仕事なんだなと自分たち義肢師なんですけど、ね、ながらもいい仕事してたなってちょっと今思ってるんですけど、はい、今このオープンキャンパスは高校生がこれから義肢師になろうって思ってる人がどれぐらいいるか分からないですけど、うん、とか、ちょっといいかなって思ってる人たちがこう見てくれてるわけなんですけど、はい、実際に装具を使って人生が変わりましたっていうユーザーさんから何ていうんですかね、その高校生に向けて義肢装具士がどういう存在とかどういう仕事かっていうのを少しお話ししていただけるとありがたいです、うん、そうですね、義肢装具士さんっていうお仕事も装具というものも本当に一番最初の頃は全然存じ上げなくて、で今は本当に14、15年の中でもう生活にこう密着した形で携わってくださっていたので、もうドラえもんのような存在だなっていつも思うんですけれどもちょっと失礼だったら申し訳ないです。それを返してっていう感じで、もう私が本当に困ることがたくさんありすぎて、そのたびに義肢装具士さんに今こういうふうに困ってるんですっていうふうに言ったら、例えば生活に必要な自助具を作ってくださったりとか、装具が合わなくなったって言ったら合う装具を作ってくださったり、装具が壊れたってなったら自宅に来てくださって、なんかこう大きなバッグの中からいろんな道具とか部品とかを出してその場でこう修理してくださるんですよね。ベルトの交換とか金具が取れたよって言ったらトン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 ってでもう本当にさっきまで使えなかった装具が使えるようになって、あ、また歩けるようになったってすごく嬉しい気持ちになって、なのでドラえもんのような頼もしい存在だなって思ってるんですけれども、またこれからのこう若い方たちにとってもまたその装具とか義足とか義手っていうのはどうしてもこう必要な方っていうのはなくならないと思うんですよね。それで また皆さんも自分の人生の中でそういうものを使うような機会が出てくるかもしれないですし、家族の方とかご友人の方の中にもそういう方が出てきてしまうかもしれない。そんな時に義肢装具士さんになっていたら、その方に寄り添った形で本当に人生を支えることもできるようなお仕事だと思いますし、でまた今パラアスリートの方とかも活躍されてるじゃないですか、はい、なのでこれからの、パラアスリートさん の活躍にも義肢装具士さんはすごく重要な存在だと思いますし、で装具自体もこういうふうにこうあまり色味もないし、デザイン性もあまり高いとは言えないようなものが多いんです。で公費で作っていただいていることもあるので、なかなかそういう部分は難しいかもしれないですけれども、若い皆さんのアイディアだったりセンスで機能面もそうなんですが、デザイン面もこうファッション性ちょっと高くした装具や義足なんかも作っていただけたらいいなって思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがたいお言葉。これからの課題とこれからの伸びしろまで語っていただいて本当にありがとうございました。いいかな、もういいかな、聞きたいことはたくさんあるけど、じゃあちょっとこれぐらいにしていただいて、はい、ありがとうございました。じゃあインタビューはこれでおしまいにありますので、はいはい、そちらからあちらの方に移動していただいて、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。義肢装具士の仕事はですね、池田さんのお話聞いていただいて分かるように一人一人毎回その人に合わせていろいろなものを作るっていうことが、必要になってきます。ですので冒頭で言いましたけれども、もちろんものを作るのが好きな人、そしてルーティンワークをする自分っていうのが全然イメージつかない人、そういった人にまずぴったりな仕事だと思います。そして、これも言いましたが、国家資格です。にもかかわらず人数は少ないし、まだまだ課題も池田さんにも示していただいたようにあるわけです。まだまだ未完成ですごく伸びしろのある面白い分野です。
ですので何か大きくチャレンジはしたいんだけれど、でもどっか安定したところは持っときたいなっていう、ちょっとそんな欲張りな方、義肢装具士ぴったりだと思います。そして何より今日このできないことをできるようにするというテーマでお話しさせてもらいました。僕らがね何かを語るよりもずっと、池田さんのお話を聞いていただいたことで、こういう今までできなかったこと、難しいことをできるようにするっていう、この義肢装具士の仕事の魅力って十分伝わったんじゃないかなというふうに思います。でこのプログラムを見てですね、少しでも興味を持ってくださった方、ぜひ北海道科学大学の義肢装具学科で一緒に義肢装具士を目指しませんか。興味を持ってくださった方はですね、一番近いところ9月のミニオープンキャンパスも多分募集というか登録がぼちぼち始まったか、そんなところです、はい、なので我々義肢装具学科も皆さんをお待ちして、いろいろなプログラム考えてますので、ぜひ興味ある方は参加してください。そして前回のオープンキャンパスの動画もご覧いただければと思います。そうしましたら、これで、我々義肢装具学科の、学科プログラムですね、終わりにさせていただこうと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。